はい、始まりました。占いコーナーですね。占いコーナーね。はい、今日は最強手相の3つ目として、はい、この回を設けましたけれども、うん、僕がね、あの神さんこれを求めてるんやろうなっていうね、お題を振られてね、はい、あの思って書いてきただけで別に最強って感じじゃないですね。最強じゃないんか。強って感じ、いや最強は最強やねんけど、はい、難しいねんな。まあ、解釈はね。解釈はね、はい、なるほど。でもこれあのエンターテインメントなんで、もう最強でいいじゃない。いい最強です。最強。最強ってそうですよ。これはですね、前回が、前々回がマスカケ戦。マスカケ。前回が覇王戦。覇王戦。はい。でしたが、うん、今回はね、うん、神秘十字戦。お、行きましょう、うん。神秘十字戦はですね、こういう感じで出る戦ですね。うん、はい、うん。こちらがですね、運命戦って言うんですけれども、はい、これを盾として、うん、この間ですね、はい、この知能線、うん、感情線の間のこのエリアで、はい、バッテン十字になってる線、おはい、というものがあります。これを神秘十字と、なるほど、いうふうに言いますね。はい、なるほど。これなんで最強手相と言われているかと言いますと、はい、まあ、ちょっとふんわりしちゃうんですけれども、はい、すごくふんわりしちゃうんですけれども、はい、あのご先祖のご加護があると。はい、からの、その、なんちゅうか、恩恵があると。はい。いうようなことを言われています。うん。うん。例えばですね、なんか、まあ、事故ったけど、一人だけ無傷やったとか。おぉ、うん、めっちゃ最強や、うん。強いですね。あとは、うん、まあ、そもそもそういう危ない目にさえ合わない。最強や、うん。めっちゃいいじゃん。守られてる。うん。はい。っていうようなことが言われてます。へぇ、あと、信仰心とかね、はい、そういう、なんかこう何かを信じたりとか、何か神秘的なことに信じるような素質がある人っていうじゃないですか。神尾さんもそっち系やと思うんですけど。そうですね、うん、はい、なんか仏教とかに興味を持ったりとか、うん、なんか信仰心が強い人みたいな。信仰心が強い人もいるやろうし、神尾さんみたいに信仰心はないかもしれんけど、うん、興味が深すぎるみたいな、はいはい、信仰心の塊そういうね、はい、方も出やすいって言われてますね、うん、なるほど、うん、どういう特徴があるか、これもものすごいふんわりした話なんですけども、はい、もうこの手相持ってる人は先祖の中にね、かなり徳を積んだ人がいると言われてます、うん、その人に守られてる感じ、その人たちにですね、へ、うん、ご先祖様ってもういっぱいいるから、はい、そうですよね、そうですね、うん、そうですね、でまず特徴としてはですね、うん、守られてる感がすごいと、さっき言ったように、はい、うん、あの怪我しないとか、うん、という意味での強運の層ですね、はい、うん、あと霊感が強いとか、うん、霊的な世界に興味を持ちやすい、うんうんうん、と霊感がない人の場合は直感力が発達していると、はいはいはい、うん、長けていると、はい、いうふうにね言われてますよ、うんうんうん、ちなみに霊感ってあの感じるだけじゃないからね、と言いますと、じゃあその感じるだけじゃないというか、うん、霊的なものを見たり聞いたりするっていうのが霊感やと思ってる人いますけど、ね、うん、はい、霊感ってそういうもんじゃないんで、あ、うん、あ、違うんですね、それはただ一つの現れ方で、はい、見えなくても聞こえなくても霊感はある人はあるんですよ、へえ、うん、っていうことはね、また神尾さんがそのうち詳しく気になる、投げたあの霊感の打てるんですマジでやりたい、霊感打てる、うん、あ、ほんとユリアン自体が霊みたいな感じ確かに魔界の生き物だから妖怪とか妖精とか聖なる生き物だからねこれも僕ら見えてんのはもうあれ、うんうん、そう、バリバリ霊感あるから、霊感強いから強いからユリアン見えてるから、そうです、あ、だからたまに視聴者さんです、なんで3人で4人で喋ってる風に見えんのなんで一つ席空いてんのって言われるの霊感のない人ですね、怖いな、怖い話や夏やからで、はい、次にですね、うん、当たり物にも強いって言われてます、当たり物、うん、くじとかですね、おお、ギャンブルとか、はい、投資とか、うん、まあ、そういう当選するとか当たるっていうことが必要なものに強いというふうにも言われてますね、うん、当たってもですね、はい、当たるけどめちゃめちゃ大当たりだけじゃないんですよ、
はいはい、大金持ちになるっていう話ではないんですけど、なるほど、うん、まあ、なんかそういうのでちょっとでも当たりやすいっていうようなことが多いみたいですね。でこれですね、僕がここに持ってくるのを、うん、最強手相に持ってくるのを迷ったというか、うん、あんま持ってきたくなかったのは、はい、持ってる人が多いんですよ。あ、そうなんですか。うん、え、でもほぼ持ってる、うん、いや、そんなことない、3人に1人から5人に1人ぐらいはあるね、うん、結構守られてるんですね、みんな、うん、見してみ。え、でも嬉しいよ、そら、いいこといいこと、早く見してみなさい、お見せなさい、お見せなさい、そんな言うた見てください。うんうんうん、横線多い人はどうしてもね、運命線が伸びてると、うん、あの横線ピッて入るとさ、あ、うん、あ、もうそれだけで十字になっちゃうからね。まあ、でもお嬢はどっちかというとないって思ってる。なかった、嘘、守られてない。いや、あるというふうにも言えるねんけど、うんうん、こういうね、これなんですよ、ここでピッ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 って横線入ってるじゃないですか、うんうんうん、これ神秘十字言い始めたらもう全部、ね、猫の杓子も神秘十字なので、十字線だらけですよ、そうなったら。ちょっとね、違う、違うと言わせていただこうかな、うんうん、もうちょっとくっきりなんですね。そうそう、もうちょっとくっきり出た方がいいかな、うん、だいたいね、ここ の, あの図でありますように、横でね、うん、こうなんか飛び出てたりしないですね、途切れてたりしない、はい、っていう風なことが、まあまあ条件にはなってきます。まあ、しっかり十字になってるものですね、はい、うんうん。で、まあ、運命線は、運命線はもちろんこうやって伸びててね、 、はい、長ければ別にいいんですけれども、はい、横の、横はこうやって感情線で止まってる、うん、知能線で止まってるというようなことが、あの、大事だって言われてますね、はい。まあ、一つはね、片っぽに突き出てたりしない、うんうんうん、で、お嬢の場合はですね、こんな感じで、まあすごい細かい線なんですけども、いっぱい出てるんですよね、うん、そう、たくさん、うん、横線がいっぱいありまして、うん、で、それ十字じゃない、これ十字、いや、十字がいっぱいあるとも言えるのか、言えるからね、へえ、うん、やった、うん。でも、まあ、これ、この中のね、今全部同じ薄さやから、うん、この中の一本でもこのくっきりくっきり、うん、なり始めればそうかなっていう感じもしますね。まあ、運命線も薄いからね、うん、同じように濃くなってきたらいいなっていう感じがしますね。へー、うんうん、まあ、一応今のところないというふうに思います。はい、うん、なかった。ユリアンね、はい、お、そう、ユリアン、うん、一応ある、ある、やったー、いつもないのに。ただユリアの場合は、はい、ここにもあるっていうし、ここにもあるって言えるんですよね。おう、これ後で言いますけれども、はい、2個あるとね、よろしくないんですよ。あれ、あれ、あ、やっとあったと思ったらよろしくないの。ありすぎた、よろしくないんですね。まあ、ユリアの場合は今ですね、こういう感じになってて、うん、はい、ここにもあるし、ここにもあるというような状態になってるんですね、うん、まあ、こんな感じで、うん、ダブル十字線良さそうじゃないですか。ダブル十字線はね、悪魔の実みたいな感じですね、イメージは。悪魔の実、はい、2つ食べたら、まあ、体が爆発するんですよね。あ、うん、あ、なるほどね。悪魔の実はワンピースは1個しか食べたらダメです。そうです、そうです、はい、うん、打ち消しちゃうってこと。打ち消すというか、喧嘩しちゃうというか、あ、いうように言われてますね。なるほど。これもね、まあ、その薄いのをそういうふうに思ったらそうっていうことで、うんうん、だから僕が3人から5人に1人あるっていうふうに言ってるゆえんですね。なるほど。神谷さんも一応見ときました。一応だから補足すると、多分日本人はそういうふうにご先祖様を守ってる人多いからってあるんじゃないですか。ああ、そうかもしれないですね。それがあると思いますよ。なんかこう信仰心というものがどっかであるかもしれないですね、うんうんうん、お墓参りしたりね、お坊さんね、はい、いるんですし、うん、これはっきりしてますね。うんうん、ここのとこですね。本当だ、はい、うんうん、綺麗なバッテン。こういう風にあのバッテンで出始めるといいですね、うんうん、っていう感じですね、はい、うん、信仰心強いんでね。守られてる、守られてる感がね。で、まあ、あの、長藤さんもあの おっしゃってましたけど、これは、ね、もちろん開運のちょっと回でちゃんとご説明しますけど、運っていうのは実は、うん、後天的に、つまり生きてる中でいいことをして稼ぐこともできるんですけど、はい、実は先天的にご先祖様の運を引き継ぐこともあるんですよ、うん、だから神秘主義出てる人は多分それでご先祖様の運を引き継いでるので、うん、特にね、長藤さんもおっしゃったように先祖の中にかなり徳を積んだ人っていうのは、うん、これめちゃくちゃ運を持ってるっていうことにも言い換えるので、なるほど、それを
相続したりとか。やったっきー。引き出せる。相続できるんですね、逆にね。そうです。運っていうのは、後天的に自分で手に入れるものもありますけど、うん、ほとんどの人は実はご先祖様とか、うん、前世の運を引き継いでます。ああ、そうなんですね。で逆にもちろん先祖の中に悪人ばっかりじゃなかったら、うん、マイナスポイントもいっぱい生まれてくると思います。だから生まれながらに運が悪い人っていうのは実はその人のせいじゃなくてご先祖様の運を、うん、悪い方の運を引き継いでる人。なるほどね。そこはちょっと開運講座で聞いてみたいな、うん、そうですね、うんうん、それは面白いですね、うん、ここにプラスがある人はですね、うん、プラスポイントがそう溜まってるかもしれないですね。溜まってるかもしれないということですね。ユリアンは打ち消されてる。おかしいな。このご先祖様がね、うん、欲張って出しすぎた。出しすぎたんや。頑張りすぎちゃった。こいつに出しとけ言って。打ち消されるんや。二、はい、つのね、十字の力掛け合わされてエネルギーが過剰になるとか、この二つの力十字が、うん、影響し合って不安定になる。うん、運勢が不安定になると。うん、であとは対立して、はい、悪魔の実みたいに対立してエネルギーが弱まるっていう風にも言われてます。なるほど。まあ、具体的に言うとですね、程よくこうなんかこう直感力が働いたりとか、うん、人のことが分かったり人の心が読めたり、ねはい、する程度ならまあいいですよね、はいはいはい、それが一つの十字です、はい、でも人の気持ちが分かりすぎてしまうっていうのもきついものがありますよね。そうですね。なるほどね。うんうん。なるほど。うん、っていうのも、もうパワーが強いのでそうなりすぎると。うん、で、まあそういうので分かりすぎてしまうがゆえに、うんまあ、めちゃめちゃなんか気遣いになってしまうとかね、うんうん。そういう人もいるわけです。なるほど。とか、まあ、分かりすぎてしまうゆえに感情移入しすぎてしまう。あその人がこう、上げ下げにものすごい自分も影響されちゃう、うん、はいはいはい、うん、挙句の果てには、うん、もう疲れてそういうのに、うん、心を閉ざしてしまうとか、うん、もう人との関わりを断とうとしてしまうような人も出てくると、うん、なるほど、まあ、敏感すぎるよね、うんうん、まさにユリアン、ユリアン心が優しすぎる、感受性が強すぎるいうことですね。魔界に行ったよな。要正解。完全に心を閉ざしてんもんね。闇落ちためちゃくちゃオープンいつも末の合間向こうで三角座りしてもらって端っこで闇のオーラを背負って下向いて、うん、はい、まあですね、はい、まあ、そういう意味で、うん、まあ、最強手相と言えるんですけれども、はい、まあ、運がすごいね強いというふうに言われています、はい、なので自分を過信しすぎる嫌いがあるとおというふうに言われてますので、うん、そこだけ注意ですね。なるほどですね、うん、まあ、生命線強い人もそうなんですけども、うん、俺元気、あ、はい、俺は何やってもうまくいく、うん、とかいう感じでどん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 なんかこう無謀なことでもやってしまう、あ、なるほど、っていうようなことがあったりするんで、うん、まあ、僕なんかそのタイプですね、うん、昔とかそうなんですね、はいはい、うん、あ、なるほど。ナムさんはでも、うん、神秘十字うんぬんっていうのはちょっとイケイケな性格でだけでしょ。あ、まあまあそうですね、性格で、この神秘十字でちょっと調子乗っちゃう人っていうのは自分の力だけでうまくいってると思うんです、ね、そうですね。だからもっと周りに感謝し、うんうん、まあ、ご先祖様に感謝しっていうのを持っていれば全然ね、そうですね、なるほど。だからこの線を持ってる人は、うん、この線はもちろん消えたりするので、はい、お墓参りも例えば行ったりとか、うんうん、日々こう神社行ったり、うん、こうやってご先祖様に手合わせたり感謝したりはい、はい、っていうことは大事かもしれないですね、うん、大事だと思います、うんうん、というわけで、うん、今回はですねもう一つ同じようなちょっとスピ系霊的な線を、ね、はい、同じようにあの紹介しておきます、はい、これも結構多いんですよ。なるほど。ほぼ持ってます、うん、あら、ほぼ持ってる、ほぼ持ってます、ほぼ持ってる、うん、仏眼相ですね。仏眼相、仏眼相はですね、ここにこんな感じになってる人ですね。ほう、うん、はい、これはもうみんなわかるでしょ。めめちゃん見て、どう、え、な、あるどうなんだろう、うん、え、あると思うんだけど、これでしょ。魔王の顔描いてるM って書いてるM って書いてる。いや、これはあるんじゃないですか。何かな、ある、ある、あ、うん、こっちはなんか、こっちはない、ないという、うん、へちゃってなってる感じですね、うんうん、そうですね、ちょっとなんかあるように見せんといてこう、 うまいこと影で、そうそう、普通にこうやって見せて、うんうん、なんでグーにそうやね、うんうん、あるでやった僕ないんちゃいますか。うん、一応ね、これ、うん、俺も入る、まあ、入れんとこ、
これ多分ないと思う。え、初めてなかった神尾さんがこのコーナーで。あるん？え？いや、これは別に。入る？はい。うん。ちょっと微妙ですね。微妙ですね。形がちゃんとできてないんで、こんな感じでバシッと。あ、むきる綺麗！めっちゃ顔描いてる。めっちゃ綺麗。顔描けるやつですね。こういう風に、ここに点々描いたら、あ、うん。口になるやつ。はい、そんなイメージで仏壇見てもらったりとか。やっとエンタメテックになってきた。こっちは、ね、すごいあるんですけど、うん、こっちは閉じてないんですよね。うん、あ、ちょっと不完全。口半開きやん。そうそう。よだれ垂れちゃう。一つが僕の場合はですね、右手の方はですね、うん、めっちゃ綺麗にアーモンドアイになってます。うん、こんな感じに。もう一個は、はい。ちょこんな感じになってますね、僕は。あ、ちょっと空いてるね。ちょっと空いてるね。ちょい開き。あー、ちょい開き。ね、不完全です。でも、はい、まあ、ないよりは全然ね、うん、いいということですけれども、これはですね、うん、まあ、ここも霊感が強いと。まあ、直感力があるというふうに同じように言われてますね。まあ、ただ、そのご先祖様がどうこうっていうよりも、はい、ただ、その霊感というか直感力が働いているというふうに言われています。まあ、同じようにですね、うん、なんかこう、直感力が働くゆえの、うん、その九死に一生を得たりとか、はい、うん、なんか危機を避けれたりとか、はい、そういうことですね。そういうことが経験する方が結構、うん、いらっしゃるということですね。そんなことありました？九死に一生、いや、ありましたよ。あるんすか？あった。え、でも言っていい話か分からん。言わんとこ。放送禁止ばっかりや。そうそうそう。あ、ピーとモザイク入れといたる。ピーとモザイク入れといたるから言っていい。あ、いいですか？なんかあかんかった本をカットしてくださいね。小学校4年生の時に、うん、怖い話、うん、遊園地の話なんですけど。遊園地の話。遊園、あ、でも言ったらあかんかな、うん、遊園地でこの船、うん、こうやってバイキングって言うんですか、うんうん、こうやって言いますね。落ちそうになって、で、もう前が何空いてる状態やったんで、なんでだね、こういうのない、ないねん、ないんすよ、なかったんですよ、その掃除、うん、なくて、で、お母さんが必死にこう捕まえて、うん、私もうここ落ちてるんですよ、椅子からこんだけ、ほんで前、外ですか、それで助かったんです、その時は。でも、その1週間後に違う人が転落されて、ほんまにニュースでありました。1週間後に。ほんまに、そんな時代に生きてたんやな。バレてます。っていうか、でもこれになるかな。えこれ、いや、いける、いける、いける。ほんまにあった話です。そうですか。あ、でも、九死に一生スペシャルを体験したわけですね。はい、ほんまにそれは。よかったね。今でもすごい、だから怖い。高いところ。ポセイドンが。ポセイドンめっちゃ怖い。アルマゲドンめっちゃ怖い。うん、アルマゲドン分からへん、違う。こうなるやつやろ。こうなるやつ。バイキング。バイキング。ポセイドンで言わへんの、あれ。言うかな、まあ、言うじゃん。ポセイドンにこれがないっておかしいやろ。これもないですよね。これもない。それもない。そう。いやいや、おかしいやろ。怒っちゃう。どんだけ過信したポセイドン。なかったんですよ。それは魔界三丁目の遊園地。じゃあしょうがない。そうなんないですか。なるほどね。うん、でも九死に一生得たというような、そうね、経験をされてるということで。はい。はいはい、なるほどね。うん、まあ、みんな一回ぐらい死にかけたことあるんかもしれんね。ありますね。そうか。ありますよ。あ、そうですか。まあ、このタイプの人はですね、うん、人の気持ちを察するのが上手で、うん、相手の立場に立って物事を考えることができる人も多いということですね。はい、うん。はい。うん、で、両手にある人っていうのは、その意味がまた強くなります。ほうほう。うんうん。一つしか仏眼相がないよりも、うんうん、霊感が強く現れたり感が強い、鋭い人っていうのも多くなりますっていうことですね、うんうん、こっちもですね、まあ、ご先祖様風味はですね、はい、神秘十字線よりはちょっと薄くなるんですけれども、やっぱりご先祖様大事にしましょうということですね、はい、言われてます、うん、で、次にですね、次にというか、うん、仏眼と神秘十字がある人ですね、はい、うん、これは、うん、この災難から逃れられる印であると、お、強烈に守られている証拠です、はい、ということですね。だから、守られていることへの感謝、うん、忘れないことが開運の第一歩ですよと、はい、なるほど、いうことです、うんうん、自分は、うん、一人で生きてるんだというようなことではなくて、はい、なんか運強いとか、なんか問題なく行ってるとか、そういうことではなくて、はい、謙虚な気持ちでですね、はい、お先祖様にこういう運をもらったと、はい、いうような意識でこう感謝し続けると、はい、いいことありますよと、はい、もっとさらにいいことありますよということですね、うん、一つ開運法になるんじゃないですかね、はい、うん、
というわけでね、はい、今回はまあこの最強手相、うん、最後はねちょっと現実的な話じゃなくて、うん、ご先祖様とかいうそういう絡みちょっと信仰心絡みになったんで僕こうお話しするのがちょっと億劫になったんですけど、そういうの信じない人もいるじゃないですか。あ、まあ、ね、エンタメなんで。そうですね。あ、そっかそっか。真面目に考えたから。というわけでね、はい、まあ、最強手相のこの最後の最強手相はこの霊感絡みの二つの手相を紹介させていただきましたということですね。うん。じゃあね、この3回わたって、まあ、4回わたってですかね、報告しましたけど、マスカケ線、覇王線、覇王線が4つある人、5個ある人、五本線で出る人、そして今回は神秘十字線と仏眼層、仏眼層、はい、はい、ですね。直樹さん全部持ってるよ。わあ、いや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 、そんなことはないんですよ。そんなことあるやん。ないことはない。まあ、で出てきたけどな、出てきたけど、まだまだその努力が足りんよと言われておりますんで、あと感謝が足りんよと言われてますんで、これから頑張っていきたいと思います。謙虚。3つ持ってますよ、まあ、僕も持ってますけど、はい、そうですね、五福線で五福もんでとった、はい、あれは最強やで、うん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 、ということですね、はい、うんうんうん、まあちょっと手を見てみてですね、はい、神秘中出てるわっていうことであれば、うん、もうご先祖様に感謝して過ごしましょうということですね、はい、うん、まあ、あくまで、ね、今回もエンタメなんでね、エンタメそんなにないからといって落ち込むことでも全然ないですし、用語、うん、はい、探したらあるから結構あるから、こじつけでもいいですもんね。そう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 、これ運がいいと思ったら運良くなりますから、はい、そうこじつけでももう十字かって思えば、うんうんうん、なんならペンで書いてもいいんだそうそうそうですよね、手相っていうのはね、はい、うんうん、あ、なんか自分の手相じいと思って見入ってしまうような手相でした。あれもっと金持ちだろう。ちゃうちゃうちゃう。俺も神秘十字二つあるんちゃうか。ではじゃあ次回からどうしましょう、はい、今回までね、強運手相三つということで、うん、しましたけども。次回からね、うん、あの皆さんが最初に言ったのがね、うん、あの手相占い師には軽くなれますよ、はいはい、というふうに言ったんで、うん、もう手相の基礎的なところにね、うん、やっていきたいと思います。いよいよ、うん、そうですね、四大線の、はい、まあ、仕組みというか働きというか、うん、そういうものをね、今やったのね、運命線とか感情線とかを、まあ、ざっくり言ったらこの線っていうのをね、ご紹介しましたけど、うん、それもちょっと詳しくと、ね、詳しくね、はい、この線がこうなってたらこういう性格だよとかね、こういうふうな、いよいよ本番というか本格的に入っていくという感じですかね、そういうところに入っていきましょうか、はい、なるほど、はいはい、お願いします、うん、じゃあね、ますますちょっとね見逃さないと思いますし、この番組見続けていただければ本当に手相を見えるようになりますので、はい、ぜひ見逃さないためにもチャンネル登録のお願いいたします。お願いします。見逃さないになってもらっていますので、こちらもご登録ください。あとぜひいいねボタンもよろしくお願いします。この動画がいいと思われた方は Twitter なのでぜひシェアしてください。あと動画説明欄 Twitter と Facebook もやってますので、ぜひ一度見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。